今日は旧暦12月16日、ムエムエなので、台湾式ハンバーガー、クワバオを作りますわ。ほぼ買ったものなので、作ると言えるかどうかがわかりませんわ。まずは豚バラ肉を広く薄く切ってから、醤油で煮込みますわ。煮込む仕方はルーの動画をご参照してください。ここは飛ばしますわ。他の食材はこちらですわ。パクチー、山菜、落花生の粉、そしてクワバオの最大の特徴、半月型の白い蒸しパンですわ。この時期になれば、どの市場もこういった食材を売ってますので、クワバオを食べたいならば、そのまま一式を買って、家で組み立てたらいいですわ。角煮も一緒に売ってましたが、ちょうど煮込みたいものがあるので、自分で作ると選びましたわ。食べたい量の蒸しパンを3つ1杯で蒸しましょう。冷凍しておいても、そのまま蒸して大丈夫ですわ。生の山菜は炒めつつ、唐辛子などで調味する必要がありますけど、売ったものがすでにやってもらいましたわ。ただし冷めると脂っこいになるので、やっぱもう1回炒めますわ。クワバオパーティー一式、用意しましたわ。みんな自分の食べたい量を自分で組み立てましょう。クワバオの組み立て手順その1、蒸しパンを開けて、くぼんだ面を下にしますわ。その2、落花生の粉をくぼみにまんべんなく塗りますわ。その3、他の食材をお好みで入れたら完成ですわ。最終的に蒸しパンが虎の口のように、豚の角煮を挟む形になりますから、フンヤオズ、虎が豚を噛むとも呼ばれていますわ。読み方がフンヤオズ、服をつかむに似ていますから、台湾の開運食品として親しまれていますわ。形がパンパンの財布に似ていることも縁起が良いとされていますわ。ですから旧正月前のムエムエ、いわゆる忘年会の季節によくクワバオを食べて、今年の頑張りをねぎらいつつ、来年のさらなる飛躍を祈りますわ。今回はここまで。ごきげんよう。